さあというわけで、今回ですね、私皆さんに意思表明をしたいと思います。最近ね、多分ねニュースとかいろいろねネットの記事とかで見たことあると思うんですけども、チュール稲葉食品のものをもう使わないようにしようかなと思っております。はいはい、こちら一時停止でよかったら見てください。さすがにね、ちょっとね内容が内容だったのでね、猫チャンネルをこうやってる私としては、もうチュールチュールとか言いながらね、あんなことが起きていたなんて、なのでね、チュールの代わりになるもの、それを今回買ってきました。チュールは卒業、チュールに代わりになるものたくさん買ってきたのでね、こちらを今からねみんなに食べ比べてもらって皆さんにね決めてもらいたいなと思います。さあ今回ですね、買ったのがね、まず1つ目、無添加猫ピューレというわけで、こういう商品です。これがね、いい点はね、日本産無添加ピューレおやつということで、これが1つと、こちらもね、ニュートロってやつですね。自然素材を主原料に 100% 使用ということで、もう完全にその余分なもん入ってないよと、こういうね、原材料のところを見てもね、あんまりこういう見てもわからんですけどね。最後こちら、クロちゃん大好きシーバのね、トロトロ版。とろーり、クロちゃんシーバーが大好きなんでね、まあそれからも出ているということで、こちらも買いました。まあ、値段は全て画面に今出しておりますけども、これを今からね、うおーすごいね、今からみんなに食べてもらおうかなと思います。まず全部マグロ、何味があるんだ。ツナってマグロでしょ。まずこの猫ピューレは赤がマグロだそうです。これはね、白身混ざってるそうです。ツナ、とろけるツナと白身魚とマグロ対決あった。こちら、マグロ対決。これ今からね、みんなにね、どれが一番人気なのかというのを判断してもらいたいと思います。検証方法は、上を全部切って、ポンとやったら、どこに、どれを先に舐めるかという。ちょっとこうした方がいいかな。まずはね、一番グルメなクロちゃんにね、査定してもらいたいと思います。クロちゃん、みんなが来るけな。ちょっとまずクロちゃんでいこうかな。みんなストップ。できんな、これ、クロちゃんとか。シンバとかやばい。シンバ一旦ちょっと止まって。はい、それでは。待ってね、はい、どれにする、はい、全部によって、はい、全部によって、あれ、おシーバーに口を入れ、先、あ、シーバーかな、じゃシーバーとしましょう。シーバー、まずシーバーで、これがニュートロで、今度はこれ。はい、どれにしますか。あ、シーバーだから、2、あー、シーバー、どれも一緒か。はい、どれも一緒だそうです。あ、シンバも入れようかね。どれが美味しいんやろな。えよ、すごい、みんなでも大人気や。ラピもいる、お手。おかわりもしよう。どれがいいとかはあるんかな。クロちゃん、ニュートロン食べてみな。食べる。あー、まあ、全部美味しいってことやね。だから、あー、お手しよう。じゃあクロちゃん、もう一回どれがいい。どれでもいいみたいだね。うん、パルも食べる。ちょっと食べり、はい、喧嘩せんよみんな。ラピスが思い切りシンバ殴った。はい、喧嘩せんよみんな。見た目的にはこれが一番固形に近い物体があるというか、一回出してみようかね、見た目的なもんで。ダメよ、ダメ、ちょっと研究、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、でもニュートロっていうのが一番見た目はチュールに近いかな。いや、なんかトゥルトゥル、トゥルトゥル、トゥルトゥルです、これニュートロね。で、あー、で続きましてシーバ、これがシーバで、これがシーバです、はい、シーバはこんな感じで、ニュートロよりも固形に近いというか。パール噛みます。猫ピューレがやっぱり一番固形っぽいな。これは分かりますか。うん、はい、最後クロちゃんにあげて。クロちゃん食べてないけど、あんまり。なんだ、シンバ怒られるよ。わわわわ、クロちゃん怒っとるよ。はい、クロちゃん、シンバ、クロちゃんにはもうないやん、ほぼ残飯処理になっちゃった。クロちゃんがどれがいいんかな。主原料に 100% 使用しました。自然食材 100% で、こっちは、あ、
でもほらこれネコピューレはこういう風に増粘剤とか甘味料、グルテン、調味料、着色料一切使ってませんっていう。まあ多分これもそうだと思うけどな。値段が多分高いのが多分ニュートロかな。チーバはどうなんやろ。あーでもこっちはマグロエキス、サーモンと小エビ増粘、あー増粘剤が入ってるんだ。増粘安定剤が、加工澱粉、なるほど、アミノ酸等、なるほどね。はい、まあ美味しいは美味しいかもしれんけど、一応ちょっと別のものが入っちゃってるっていうわけで、どうせもうね何か買えるっていうなら、じゃあこの2つのどれかかな、ちょっとよく読んでみます。こっちも増粘多糖類、増粘剤入って、増粘剤イコール悪いんかな、あの調味料アミノ酸等、なるほど、そういうの入っとんや。何が 100% なん、よく分からんなこういうの。だとするとこちらのネコピューレ日本産とも書いてほしいね。ネコピューレにしよっかな。開封前に揉んでいただくことにより滑らかな状態となりますと。なるほどね。じゃあ一応今回はね、ネコピューレこちらでいきたいと思います。一番なんか余計なもんを入れてなくて、で日本産でね。他のやつは日本産じゃないの？販売元は日本なんやけど、原産国どこなんやろ。あ、原産国タイだそうです。ネコピューレ原産国タイ、シーバが原産国タイ、タイで作られるのは多いね。でこのネコピューレは完全に日本で作っているとおっしゃるわけですね。おー、原産国日本。あー、なんか安心っていうのはあるけどね。ちょっと食べてみようか俺も。いやー違う、俺の、まあ、まず俺のシーバ食べ、いや出た、じゃあこれいただきます。うん、お、もちろんその塩味とか甘味とか、まあ、そういうものはないんですけど、これに醤油とマヨネーズ混ぜたら美味しくなりそう。てかもう普通にツナ缶のツナみたいな感じですごく美味しいです。うん、美味しいね。はい、まだ旅を楽しんでる人でーす。おーまた旅に、また旅スプレーをかけたらこうなりました。相当ね、ラピス結構また旅ね好きな方なんやけど、なんか久々また旅あげたらね、あんまり反応なかったんで、スプレーをね追加してやったらもうこれです。ほら、あー楽しい。あー落ちる落ちる落ちるよ、落ちとるよ。見て、ほら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 、うわーかわいいってみんなコメントしとる。うん、みんなも見える。もうちょっとそれ貸して、クロちゃんにも聞くかやってみたい。魔法の、うん、魔法のまたたび。おおすごいすごい、これすごいね。またたびに、だからこうやって放置してたよ。で誰も気にせんやったけど、またたびスプレーかけたらこれです。すごい、見てこの顔。あれ顔がちょっと変わっとるよ。クルちゃん野生モードなと。すごい目がほらほらほら野生化した。ほら誰にもあげんぞってなったの今。ああ取れてないよ。取れてないよ。ここでこれこれこれ、どうしたん。めちゃくちゃパッと見たらね、クロちゃんがパパあれもあった。あ、全然気づかなかった。真後ろおったのに、めちゃくちゃクロちゃん見たほら、ラピスがクロちゃんの横に座った。なんだなんだ、やっぱりこの二人ラブラブか。それを見るシンバ、あ、あーパールも出てきた。さあクロちゃん出れるか。まだ一回も自力で出たことはありません。頑張れクロちゃん。
何しょ何しょ、そんなここにおっとくどね。そこ降りづらいやろ。変なとこ来ました。